皆さんこんにちは、タートルです。今回はふくらはぎとか太ももが学生時代にね太くならないようにする方法を紹介しようと思います。でまずですね、やはり学生の頃っていうのは体育の授業とかでふくらはぎと太ももをねやはり使ってしまいます。休んでいればいいんですけども、授業もやっぱりしないといけないと思うんで、走ったりね運動何かしらすると思うんですけども、その場合にやはり成長期である場合なので太ももとかふくらはぎは太くなりやすいです。とても女性でもね、やっぱ筋肉がつきやすい時期でもありますんで、そういった時にできるだけ座っている授業中、そして立ってね話を聞いている朝礼とか、そういった時に休ます方法があります。その休ます方法を常日頃ねやってもらうと、太ももとふくらはぎがねあまり疲れなくなりますんで、疲れなくなってくる結果太くなりにくくなって細くなりやすくなりますんで、ぜひ真似してもらえたらと思います。はい、ちょっと分かりにくいんですけども、まずは授業中の机がある想定で足を疲れないようにするための動きです。普通ですね、例えば机があってこういう感じで授業を受けてると思うんですけども、その時に足を組んだりせずにですね、足もこういう風にしてる時点でふくらはぎとももって結構疲れます。その場合につま先立ちにしてもらいます。できるだけつま先立ちで体重はお尻に乗して、つま先をしっかり上げて、まあこれでもいいんですけども、これでは難しいのでつま先少しつけて体重をお尻に乗して授業を受けてみてください。こうするとふくらはぎと太ももっていうのはこうやってる時よりも体重が乗ってないですから、つま先にちょんって体重を乗っけてるぐらいなので、太ももとふくらはぎがね休まります。こうやってる状態でも力が入っちゃうので、たまにこういう風にすることで片足ずつでもいいんですけども、たまにやることで疲れがふーっと飛びます。それを時々やるだけでもですね、一日中の疲れを感すると全くね変わってきます。いつもこうやって授業を受けている状態が100としたら、たまにこうやってやるだけで太ももとふくらはぎの疲れが 30% ぐらいに極端に言えば抑えられます。なのでこの時点で 100% 疲れている人は体育の授業とかクラブ活動をしてしまうとふくらはぎと太ももは発達してしまうんで、できるだけねやめた方がいいです。学生時代にふくらはぎと太ももを発達させてしまった場合、大人になっても太くなりやすい状態ができてしまいますんで、大人になって細い足を手に入れたいと思っている方はもう学生時代にねこういったことに気をつけてもらえたらと思います。で、あとは朝礼などで足を休める方法です。はい、ちょっと見えにくいんで足元を照らしてます。で、よくですね朝礼の時に話をまあ聞いている状態のこういう足がありますよね。こういう時によく休めとね言われることがあると思います。まあ疲れたらねこういう風に足をね片っぽ斜めにすると思うんですけども、これでも実は足はあんまり休まってないです。この時にさっきと同じみたいに軽くつま先立ち、片っぽのついてる足に体重乗せて、もう片っぽはあまり体重が乗らないようにつま先立ちですで休めます。こっち休まったら今度こっちも休める。かかとをベタッとつけて8割2割っていう体重乗せ方じゃなくって、もう9対1ぐらい、もうこっちはね休ませてるはずなので、休ます方に体重乗せないぐらいの気持ちです。つま先立ちでふっとこういう感じです。こういう感じにするとふくらはぎが休まって、ももも休まります。このままかかとをつけててもいいんですけども、この状態ではふくらはぎが休まりません。太ももはこっちに体重があまり乗ってなければ休まりますが、ふくらはぎはかかとをつけていると休まりません。なのでかかとを少し上げてつま先立ちで体重は全部こっちに乗せる感じです。ずっとやってるとこっちは休まるけどもこっちは疲れてくるんで、たまに変えます。疲れてきてるよーと思ったら今度はこっち、疲れが溜まってきたよーと思ったら今度は入れ替えるという感じで、朝礼など長い話を聞くときはやってみてください。お疲れでした。今みたいにですね、太ももとふくらはぎが疲れないように学生生活をうまく送ってみてください。学生生活に太ももとふくらはぎが太くならないようにできれば、大人になっても細い足を手に入れやすいです。大人になって細い足を手に入れてない人、まあ、太くなってる方っていうのはほとんどの方が思春期に、まあ、学生時代に運動部をしていた方です。例えばバスケット、バレーボール、そういった方はね陸上部、短距離走とかね、そういった方はふくらはぎと太ももが大人になっても結構筋肉質ですので、なかなか細くすることがねできにくくなります。なので学生時代の時に小中高校生、まあ、大学生でもいいですの時に、できるだけ太ももとふくらはぎを授業中、あとは立って話を聞いている時に疲れないように心がけてみてください。ということで今回
学生時代に太ももとふくらはぎを太くならない、細くする方法でした。よかったらコメントもください。そしてチャンネル登録もしてもらえたら、エクササイズなど、足痩せのことをたくさん載っけてます。説明欄にもブログを貼ってますんで、よかったら足痩せ気になる方は遊びに行ってください。今日もご視聴ありがとうございました。